じゃあこんにちは。さあ今日も居酒屋トーク、ここはもう架空の居酒屋です。だいぶ酔っ払ってきた。だいぶ来ました。セリーグで、前回のセリーグの、勝手に水で酔っ払ってるから。それ日本酒じゃないですか。違うんだ。違います。ボルビック酒とかじゃない。日本酒だったら、はい、やっぱ獺祭って書いてあるやつ置くよね。山口県出身だし。あ、そうですよね。そうだよ。じゃあもう今度から置いときましょうよ。まあ見せかけでな。見せかけで。で今回はパリーグのチームが借りてくるという。セリーグから借りてくるんです。いらねえとか言われちゃう。ちゃいそうなんですけど、ちょっと振り絞って考えましたよ、はい、じゃあまずソフトバンクからいきますか。これ現実的なのが、ソフトバンクはやっぱ三遊間、まあ松田もある程度年になって、こう率が悪くなってきて、で今宮も今年休みがちで、まあ来年は復活してくれるとは思うけど、まあそこら辺もね、太鼓判を押せる状態ではないと思うんだよ、そしたらやっぱ補強ポイントとすれば、三遊間なんだよね。三塁、ショートができる人、そしたらまあ見渡したら吉川尚輝、巨人から、で武田翔太と交換トレード、これだったら成立すると思うんだよ。もう交換トレードになっちゃってますよ。レンタルじゃなくて、まあね、まあ、巨人はなせないでしょ。よしか。でも それでレンタルで1年間で戻してくれるっていうんだったら、まあ武田翔太とかありえるかもわかんないよね。もう、まあ レンタルというか、まあ交換というか。そうだね。よしかはね。で、よしかはやっぱショートうまいしね、セカンドよりもショートの方がうまいぐらい。あ、そうなんですね、だからまあここら辺はね、居酒屋だけど、なんか信憑性がありそうな感じがするよ。巨人はその今宿敵となっているソフトバンクに1年間貸し出すとか出すんですね。でもお前も貸せみたいな感じだもん。無駄目線です。巨人がしてくださいから。そうですね、そうですね。私はもうソフトバンクは欲しい選手が見当たらなくて、だってあれだけ 1.5 軍、2軍、3軍育成もあんだけ豊富なので、逆に誰もいらないって逆レンタル制度というのを新しいビジネスモデルとして考えました。なので巨人がどうかうちの大城捕手を1年間レンタルで使ってくださいと。で1年間大城選手はソフトバンクで学ぶんですよ、ピッチャーの配球とか。いやいや、貝がマスクかぶるから無理だよ。いや、そこなんとか。すいません、そこなんとか。いや、それを断られるから。断られる。丁重に断られる。ダメですか、ね、いや、うちは海がメインなんで、すいませんって言われちゃう。ダメ。ダメだ。じゃあ成り立たないな。な。次行きましょう。はい、ロッテ。ロッテ。ロッテはね、ポイントとすると、やっぱマーティンが抜ける。レアード抜ける。で、ホームランがないんだよね。で、それを補うとすると、まあ中日の平田。平田は今年悪かったけど、普通に言っとけば20本ぐらいは打てる選手なんだよ、それと 大阪桐蔭の気質を考えると、まあ、中田翔、浅村、森友哉とか大阪桐蔭でしょ、パ・リーグの野球が合いそうな感じがするんだよね、平田は。確かに。だからドーン、くくるなって来いみたいな、バーン、バーンみたいな、そんな野球が俺は平田には合ってると思う。そうですね、言われてみると、だからロッテはホームランを補うためにまあ平田、まあもしくは巨人の小林、キャッチャー。え、キャッチャーですか、まあその2人、その2人どっちかをレンタルできるといいなっていう。2人できると最高だけど。最高ですけど、無理でしょ。でも第一候補は平田選手ってことですね、中日の。私、ロッテは、まあ、沢村投手、途中来ましたけど、沢村投手、メジャーに挑戦したいって言ってるんで、まあ、いなくなる。で、松田投手がちょっと不安定な時期も、守護神で、ちょっと打たれてたっていうのもあったので、今シーズンはちょっと、不安定な時もあったので、阪神からスアレス投手をちょっと1年間お借りしたいなっていう。ね、いや、もう、出さない、みんな出さないですよ、そしたら。いやいや、けども平田は分かんないよ。平田選手、小林も分かんないの。吉川尚輝選手も分かんないですか。分かんないよ。ここはトレード。スワレスはないと思う。絶対出さないですよね、阪神がね。絶対出さない。うん、分かる。次、西武。はい。ここはやっぱピッチャーの補強したいよね。ピッチャー、ね、辻さんも言ってましたもんね。それで、DeNA の平。はい。変則。はい。まあ、これは絶対ないと思うけど、ヤクルトの石川。
先発の、うん、あの左の、うん、はい、やっぱね、南東派と変則、はい、これが俺はパ・リーグには通用するんじゃないかと思うんだよね。あのもう普通に言ってたら無理だと、普通に言ってたら、はい、貸さない貸さないセ・リーグはない、ね、これさ、うんうん、変則だったら貸すかも。あ、じゃあそうですよね、まさに変則ですね。だから石川はヤクルトにいるよりは西武にいた方が寿命が伸びるかも。あ、そうですか、うん、でもまあヤクルトの顔だからね、今まで支えた、まあそうですね、で俺の大好きなピッチャーだから、はい、出したくないんだけど、本来ならばね、うん、でも DeNA の平、石川あたりは面白いと思う。ああ、そっか、ユダさんピッチャーってことですね、ピッチャー私はキャッチャーです、あえてちょっと今シーズン、ああいいとこ来てんね、うん、森友哉選手がちょっと涙するシーンとか、うん、なかなかその結果を出せなくて、その精神的なコントロールができないっていうのを見かけたので、それぞれなんか精神的にドーンとしてる阪神の梅ちゃん、梅野選手を出さねっつんだ、え、出さねっつって出さない出さねっつんだ、スアレスも出さないし梅野選手も出さない、もう阪神から引き抜こうとしてるね、なんか中日ファンだろお前。いや中日はね、誰もね出す選手はいないんですけど、だから、まあ、森友哉選手があんな姿見たことなかったんで、まあ、確かにね、ちょっとキャッチャーで西武なんかこうね、森友哉選手に代わる選手を置けたらなと思って、まああそこはね、うん、やっぱ我慢して森を育てなきゃいけないよね、うん、もう、うん、で森選手もあそこはもう精神的に我慢して強くなるっていう、まあ岡田っていうキャッチャーがね、はい、いるから、うん、まあ、そこら辺は補ってくれるとは思うけどね、はい、じゃあ楽天行きましょうか。楽天、うん、まあ、やっぱりキャッチャーかな、はい、うん、だからまあ小林、峯井、うん、坂倉は出さないな、出さないよ出さないよって分かってるよ分かってるよ坂倉選手はね、うん、それは多分広島がねレンタルだから、レンタルだから、だから相澤をまだ使えるね、相澤をメインで行くって言ったら、はい、坂倉を成長させるために、はい、ね、じゃあ1年間本当に使ってくれるんだ、だったら使うから、うん、坂倉だったら。でも相澤選手ほら怪我とかしちゃったらどうします？いや、いるいる誰か誰かいる板倉選手か、うん、坂倉ね、あ、すいません坂倉お前酔っ払ってんのも本当に、字まで読めなくなっちゃった本当だから小林、まあ峯井っていうのも面白いと思う、はい、そうか、ひょうひょうとしてて、あそこはやっぱね、まあキャッチャー育ってきてるけど、はい、やっぱこうまだまだね物足りなさがあるし、はい、野手見渡したらまあまあ結構いるしね、いるし、うん、だからキャッチャー、まあ、小林が取れるんだったら、うん、貸してくれるんだったら小林と。じゃあ第一候補はもうどっちですか、板倉坂倉選手ですか。いや、そりゃ坂倉だよ。あ、いや、じゃあ一番は坂倉、そりゃそうだよ、打てるもん。そうですよね、あ、バッティングは見事だよ。ですよね、うん、私ね、楽天は、まあ、石井和久さんが監督になったじゃないですか、うんうん、GM から一気にで、ヤクルト色がもう強い、うん、で、あそこだんだん今戸様みたいになってきてるので、ヤクルトから山田哲人選手、もうみんな、まね、さない、どこで使うんだよ。あ、もういや、どこでも使えますよ。まあまあセカンドで使って浅村をファーストにしたっていい、いいです、いいです、まあ、それはできるわ、もうみんなボコ使うじゃないですか、浅村選手にしても。じゃあ銀次どこで使う、銀次選手どうしましょう、どっか空いてるとこいっぱいある、まあ、ありますよ、山田哲人選手、それ鈴木大地選手とか、あれ、みんな出身はどこだろうっていう風になっていく。あ、まあでもこれで優勝できるんだったらいいですよね、絶対。いや、山田哲人が機能するかね、パ・リーグのピッチャーに。だから山田哲人選手がなんか裏話として、あの今回ヤクルト残留したじゃないですか、実はパ・リーグに行くことも考えてたっておっしゃってたんですよ。それはソフトバンクだよね。ソフトバンクか、なんか環境を変えたいっていう意味があったって言ってたんで、楽天に行ったらこれまたなんか面白くなってたかな。まあまあ確かにな。そうなんですよ、ね、はい、じゃ次日本ハム行きましょうか。日本ハム、はい、北条、え、阪神、阪神、それはまたどうして、あの子の性格的なものも含めて、はい、見た感じだけどね、はい、俺パ・リーグの方が合ってると思うし、日本ハムの雰囲気に合うんじゃないかなっていう気がする。おお、どこで守備は、ショートで、あの人工芝だから。そうですね、甲子園ではないんですよね。ああ、そうそうそう、ああ、そうか。いや、結構エラー許してくれるから。ちょっと結構周りもポロポロするから。じゃあいいんだよ、それ影に隠れて、それとパ・リーグの速いピッチャーに、うん、なんかなんとなく北条ってついていけそうな気がするんだよね。
なんか伸び伸びできそうじゃないですか。そうそうそうしたらね、うん、であそこはもうなんていうの、いろいろ若手も出てきてるじゃない、はい、で北条っていうのはもう浮いた存在になりつつあるから、うんうん、だからまあここら辺で環境を変えてやるとなんかできそうな気がするんだよね。お、素質はいいから、まあそうですね、持ってるものとか、はい、あのままで終わらすのはもったいないっていうことを考えると、うん、まあ、日本ハムなんかはのびのびやらせてくれるしね、うん、だからいいかなって思うんだよね。で日本ハムも北条選手で、北条って北って入ってるでしょ、はい、北海道の北なんだよね。今思いつきました、ちょっとなまあ酔っ払ってる時ってそうじゃない、うん、そうそうそういうところ酔っ払ってないけどね、ないけどそうですよね、うん、パッと出てきて、パッとひらめいた、あ、同じ北同士で会うかもしれない、ね、で北に向かうというね。そうですよ、いいかもしれないです ね、うん、ね、であの南城何丁目とか住むのが北なのか南なのかで突っ込まれるんですよね。いやいや、こう5万の目になってるから北海道って。そうなんですね、なんとか何丁目ってつくから、何城何丁目とか。じゃあもう北と南ついたら あと東と西で揃うじゃないですか。ぴったり北海道行けちょっと待って、北海道行け、指令が出ました。私は、うん、まあ、西川選手がいなくなると仮定して、まあ、広島から、うん、鈴木誠也選手、まあ、もういよいよひどいわもうちょっとね、ちゃんぽんしておかしくなってきたような感じになってきました。いや、でももうこれ、もうここしかいないですよ。いや、それは欲しいよ、どの球団も。そうですよね、鈴木誠也選手欲しいですよね、まあ、無理か、無理も承知で書いてみました、うん、なるほどね。最後、はい、オリックスです。もうここ悩みましたね、オリックス。俺も悩んだでまず何から手をつけていいかっていうのがあって、はい、まあ、ここは俺は、うん、ジャイアンツから、うん、坂本。え？なぜ？なぜ？はい。やっぱ変えたいよね、雰囲気を。あ、で坂本ってやっぱこうオーラがあるし、はい、笑顔がすごく素敵やっていうかさ、うん、なんか周りを取り込んで明るくしてくれるという、はい、まあそういうオーラがあると思うんだよね。うんうん、だから結局リーダーだよね。ああ、はい、リーダーわかります。でも出さねえバカ野郎、お前坂本なんか絶対お前一生お前巨人だろみたいな終わったって巨人だよって言われるんだったら、はい、もうワンチャンも元木、ちょっと待ってください、ワンチャン元木って言ってください、コーチ？コーチ、ワンチャン元木、もうね、うん、あいつも関西人だしさ。あ、そうですよ、まあ二人ともそうですけどね。そうそう、はい、だからノリが関西だからさ、はい、だから、うん、もう行って明るくしてくれと、うん、チームの雰囲気ですね、もう雰囲気を変えようよ、もうそうですよね。いやだからそうなんですよ、私もオリックスも個々の選手の能力って高いじゃないですか、うん、高いよ。あとじゃあ何なんだろうと思ったら、まとまりとか、いや、 やっぱ明るさっていうことで、私はワンチャン新庄さん、もうレンタルじゃないですよ。あー、そこ落ちてたな俺。いい、私ね絶対ね、オリックス取るべきだと思うんですよ。いい、だって団結力とか、例えばファンへのサービスとかで、オリックスに今精神的リーダーの支柱っていうのが今いなさそうなので、どうですか。でもあれセリーグもパリーグもないじゃん。そうです、なのでワンちゃん、なんか違反だろお前だって違反じゃないか。いやいやいや、だってセリーグからっつってんだから。セリーグにいました、昔。昔な、阪神にな、なんならメジャーにもいました。いやいや、これはレンタルじゃなくて契約しろっていうこと。いや、もう私今すぐ契約した方がいいと思います。私はなんか新庄さん、なんかオリックスでやってくれそうな気がするんですよね。もう代打とかなんとか出なくていいからさ、うん、一つの一軍の枠を使ってでも、はいはい、新庄のああいうこう、はい、なんていうの、ファンサービスとか本当に、うんうん、あの子はイノベーションあるからね、はい、だからそういう意味では、うん、本当にいいかもわかんない。いや、そうです。だからあのベンチの雰囲気、あとファンの雰囲気、うん、ドームの雰囲気、うん、もう良くなるでしょうし、うん、練習の動画とか見たら結構ね、肩とかもいやいや、しっかりやってたよ、はい、俺もあの見たけどちゃんと。私あの外野手としてあの京セラドームに立ってるその新庄さんっていうのもちょっと試合で見たいなっていうのもあるので、私はワンチャン新庄さん。いや、俺は試合に出なくてもいいから、はい、もう本当に選手間の中に入っていって、はい、盛り上げたりだとか、うん、リーダーとして引っ張っていくとか、うん、それはあると思う。ありですよね。あ、なんか坂本元木が飛んじゃったなすいませんでもね、勝手に居酒屋トークレンタルでね、ちょっとパリーグのチームがセリーグのチームから、はい、選手を借りるというぐらいでやってみました、ね。まあ、皆さんもちょっとね、はい、やってみてください、はい、ぜひ、はい。